うちの猫がいなくなってしまって、近所の人とか友達とかに頼んでいろいろ探してもらったんですけれども、全然その全く情報がなくて、こんなことを探偵の方に頼むのはどうかなっていうふうにも思ったんですけど、本当にどうか見つけてください。お願いします。探偵は見つけること、探し出すことが仕事なので。もちろんです。ありがとうございます。この町は小さな町ですし、はい、すぐに見つかると思いますよ。はい、見つかりましたらご連絡いたしますので、ご連絡先伺ってもいいですか？あ、はい、携帯の番号で大丈夫です。あ、大丈夫ですよ。いいですか？すいません。どうぞ。はい、090の090。はい。名刺。すいません。名刺。あ、もしもし。うん。え、帰ってきた？え、本当に？あ、まあ、あ、本当にや！あ、よかった、よかった。うん。今は駅前。うん、駅前で探してた。うん、すぐ帰るね。はい。はい、じゃあね、はいはいはい。これさえ見つからなくて。いや、見つかりました。あ、猫見つかりました。帰ってきてたみたいで。ほんとですか？あ、はい、すいません。すいません、すいません、ありがとうございます。すいません、すいません、相談料とかはない。いや、大丈夫なんです。あ、すいません、ってことで、すいません。あ、いえ、え、言わないでもらえますか？はい、今の一連の流れ、内緒にしてもらうことって可能ですか？ちょっと難しそうです。何でもします。なんか好きな芸能人とか言ってもらったらマンション教えますよ。やめといた方がいいんじゃないですか？行きます。遠征します。あ、やめといた方がいいと思います。なんか困ってることとかなんかないですか？はい、困ってることとかなんか困ってる人とかなんか助けてほしいこととかないですか？なんか困ってる人、はい、
知り合いがスマホ見つからなくて困ってるんです。ごめんなさい、本当に。ごめんなさい、本当に。やめてください。もうすごい余裕じゃないですか。猫見つかったからすごい余裕じゃないですか。お願いします。ごめんなさい。お願いします。言わないでもらえませんか。ホームページに載ってた番号は違うんですか。あ、そうです。それにかければ。ね、そうですよね。はい。あ、じゃあ、かけますね。はい。これですよ。はい。あ、じゃあこれに。はい。かけるんで。はい。書きました。言わないでもらうことで任せてください。ありがとうございます。